裏線形15台本サイ書き付け当てクイズ。はい。書き付け箱の蓋、えー、3枚並んでおりますが、この中から、えー、本サイの書き付けの本物を探すというクイズです。まあ、ちょっと3つね、見て、 どれかなとっていうのを予想つくでしょうか。それでは、一枚ずつ見てまいりましょう。はい。松子洋。三島写し茶碗。今日。そして本祭の顔ですね。はい。続きましては、こちらにしましょうか。玉も焼き。 赤で、本祭の顔ですね。これ、焼きっていう字なんですね。はい。で、これが3枚目。菊、大夏目。喪失の質っていう字ですね。で、夏目なんで、この品物の方には、本祭のね、顔が、修詞で書かれるのが通常のスタイルになります。 はい。この3つ、どうでしょう。答えは1つか、2つか、3つか、0ってことはないです。この中の本物が必ず1枚ありますが、それが2枚か3枚かはわかりません。では、答えは5秒後で。 はい。では、順番に見ていきましょうか。こちらは松子葉、えー、佐久間、昭山とかね、宝球とか、えー、そういう方の茶碗に対する箱書きですね。茶碗の箱書きですね。これ、えー、本物で間違いないです。それして、2枚目。こちらもね、本物なんですが、 じゃあ、玉も焼き、えー、赤、赤ちゃんはですね。玉も焼きの、えー、箱が、友箱についている蓋ですね。はい。と、これとこれが、同じ、えー、裏千家、15代、保温祭の箱書きなんですが、ちょっと、えー、同じ人なのなんてね。 そんな感覚もあるかと思うんですが、こちらの方が若い自分に、えー、大僧侶成り立ての頃ですね、その頃の箱書きなんですが、とね、まあ、あのー、一説にはっていうか、えっ、ー、と、大僧侶代を継いだ後ですね、えー 新しい大僧正の箱書きはいまいちだななんていう陰口を叩かれたのが耳に入ったらしいというか入ったんではないかっていう感じで、えー、本祭はあの、お早々、大を継いでから毎日 終始の稽古に励むようになったんですね。本当に毎日で。そして、これがまあ、最盛期っていうかね、一番油の乗った時期なんかはもう、もう超達筆もね、なったんですね。こう、まあこれとこれがね、同じ人、まあ、並べてみると、 すごい変化だなっていうか、進歩だなっていうか、やればできるんだななんて。やれば、こっちだってね、まず、まずいなんて言えませんけども、ね、これ素晴らしい、達筆。超達筆ですね。ただね、超達筆なゆえに、真似書きされる場合が、偽書きされる場合があるんですね。 それが3枚目。これなんですが、これは印刷ではないですね。肉質で書いてるんですが、あの、まあ、習字の上手い人がね、こういう仕事をしてしまったんでしょうね。どういう経緯で受けおったかはわかりません。でね、この、 色なんですがね。あのー、画像で、映像ではちょっとわかりにくいかもしれませんが、炭というよりはね、なんかの絵の具っていうか、ネオカラーっていう絵の具があった、今もあるんでしょうかね。まあ、そんな感じの黒なんですね。炭、まあ、っていうのは、ツヤがね、あの、適度にあるもんなんですが、これは、 マットすぎますね。で、こういうのを、まあ、ネットオークションで画像だけ見ると、もう本物だと思ってしまいますね。字の形があって、で、二度書きしてる感じもないですからね。こういうのはあ、ある種ね、悪質だと思いますが、まあ、まあまあね、やっぱり、 偽作っていうのはね、まあ、罪なことですから、まあ、なるべくやめてもらいたいとは思います。で、箱がね、新しいんでね、まだ未だにこう、これをやるっていう人がね、いるんですねっていう感じがします。で、まあ、この3つ並べますと、まあ、慣れない人だったら、はい、これ本物、これ本物、 これはダメみたいな思うかもしれません。まあそういうちょっと引っ掛けもあったんですが、これとこれが本物でこれはダメ。まあこの画像で映像で見ると箱が新しすぎるっていうのはあるかもしれませんが、それを理由にする っていうのはちょっと弱いですね。新しい綺麗な箱に書かれてるのもありますからね。で、これ直接見るともう墨み書きじゃない感じで、まあ、買わないことが多いかもしれませんけどもね。まあ、こういうのがネットオークション出ると怖いですね。はい。いかがでしたでしょうか。まだ続きますので、えー、今後も ご視聴、よろしくお願いいたします。